高本が詰めている宮尾城は敵軍に攻められていて風前の灯火だ。密かに宮尾城に入って救援した後、高本と連携して敵本陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるかい。この奇襲の鍵は宮尾城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまり宮尾城を守る高本が崩れたら作戦は失敗さ。悠長にはしてられないよ。あちらに敵がいますが、こちらの動きを悟られたくないですね。止めていこう。この神社にいる敵軍を放置しておけば後で攻撃される恐れだ。その武勇戦況を有利にしてくれるでしょう。いやー、君を見ていると飽きないね。島内の敵軍にまだ動きがないようですね。風雨は敵の視界を遮ってくれる上にこちらの気配も消してくれる。嵐様様だよ。準備はこれでいい。次は宮尾城、城の裏門からこっそり入ろう。いざ兄上のもとに馳せ参陣。父上と高影に続くのだ。開門。敵さん増えたはる。宮尾城の戦況に注意しておきましょう。兄上がいれば大丈夫だと思います。高本が危うくなったら支えてやってくれ。それが弟であるお前が弟の役目だ。お前と高本もっとは毛利家の三本の矢だ。心を一つに束ねれば怖いものなしだ。毛利軍はなぜここに。毛利の軍勢が宮尾城に入っただと。嵐の中海を渡ってきたというのか。急ぎ厳島神社の兵を回せ。厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。
点で毛利が現れたとて所詮は小勢、光栄の兵を総動員して押し潰せ。ひるむな、一息に宮尾城を落としてしまえ。大軍を動かすは不利。急ぎ引き再起なさるのが上策でしょう。黙れ。お前は元成と親友だった。元成に情けをかけようとてそうはいかぬ。攻め落とせ。持てる力を尽くせ。さすがに春方だ。引き際を誤らないや。こちらとしては実に都合がいい。開門。いざ七へ参ろうか。ここは私が指示する。負けられない。今すぐ船着き場。高く俺は必ず生き延びてやるぞ。どんなに必死に走ろうともこの島から出ることはできません。来ましたね。末春方はもう逃げられません。己周到な。だがまだ負けと決まったわけではない。よし、我らも高金殿に続くぞ。毛利高元を討ち宮尾城を落としてくれん。
いや、君を見ていると飽きないね。撃ち取ったわ。中国地方の覇権は毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が当家を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんが。